東葛西、東葛西は、東京都江戸川区の町名。現行行政地名は、東葛西1丁目から、東葛西9丁目。住居表示実施済み。郵便番号は134-0084。江戸川区南部、火災地域東部に位置する。江戸川から分流した旧江戸川の西岸にあたる。面積は2.805平方キロメートルで、区内で2番目に大きな町である。 北で、新川を境に、江戸川5丁目、東で一級河川の旧江戸川を境に、千葉県浦安市東大島1.2丁目、猫座根5丁目、堀江4.5丁目、富士見2.3丁目、南で左近川を境に、南火災2.6、7丁目、西で河七通りを境に中火災2.35.8丁目と、隣接する。また、東葛西3丁目の16、 17番地は、旧江戸川上に浮かぶ中洲、妙見島にあり、浦安橋で、江戸川区本土、浦安市と、それぞれ結ばれている。東京湾から1 5トルほどしか離れておらず、葛西地域の他の町と同様、堤防がなければ水没してしまう、海抜ゼロメートル地帯にある。東葛西は、区内で、最も人口が多い町であり、2291世帯。 39,713人、2011年1月が居住している。最寄り駅は、関7通りをまたいだ中火災に所在する、東京メトロ東西線の火災駅である。東括西の住宅街としての発展は1969年に、この駅が開業したことでもたらされた。駅前を中心に比較的に高層化されているが、低層の地域もあるため、人口密度は、 区内48町中22位で、近隣と比べると低いようである。東括西には1017の事業所があり、12186人が働いている。従業者数は、西火災や平井に次ぐ、第3位で、事業所あたりの従業員数、約12人は、区内の平均、約9人を上回っている。業種は、卸売業、小売業、26%、 宿泊業、飲食サービス業、13%、クリーニング業や、美容所、パチンコなどの生活関連サービス業と製造業、9%、建設業と運輸業、8%が多いようである。また大型のショッピングモールや病院があるせいか、卸売業、小売業、3322人と、医療福祉、1298人の従事者は、 国内で2番目に多いようである。また、区営農場のファーマーズクラブ、東渇西があり、農林漁業の従事者28人は、区内で2番目に多い。東渇西は河西地域の中で最も製造業が盛んな町である。病研島や川沿いなどを組まった場所にあるため、目立ちにくいようだが、日本ロール製造や荒い鉄工所など、地図上でも確認できるほど大規模な場があり。 製造業の従業者は1166人で、区内第4位である。日本ドール製造は、日本最大、自称の、ゴムプラスチック加工機械の専門メーカーで、圧縁用のカレンダーロールの製造技術を持ってり、上下水道用のパイプなども生産している。東葛西に戦前から存在する歴史の古い、工場で、周辺一帯に、スーパー銭湯や、大型倉庫などを所有している。 また1960年代に吉永さゆりが出演した映画の舞台になったり、最近では就業規則に関する判例としても登場する。一方、荒井鉄工所はパイプの接続部品や石油採掘用のドリルパイプなどを生産しているという。妙剣島にはマーガリン工場など様々な工場があり、マーガリンの原材料は船で運ばれてくるようである。 また小売業も盛んで年間販売額は約456億円に達し、区内第一位の規模である。住宅地の地価は2017年、平成29年の工事地価によれば、東火災6-23-3の地点で40万5千円枚メートルとなっている。東葛西の北部は火災地域の中で最も歴史が古い区域である。ふと日川の河口に位置し、 中世には、葛西三厨屋の長島として知られていた。三厨屋とは、有力な神社の荘園のことである。葛西三厨屋は、伊勢神宮の荘園であり、葛西清重が治めていたが、葛西市が衰えると、千葉市や後北条市の所領となった。この地域は、河川交通の要所で、上流には、下佐国の国府や香取会があり、多くの船が行き来していた。長島には、 長島港、長島の津が設けられ、河西三國屋や,や国府の外交の一つとして栄えた。南北朝時代の河川交通は、香取神宮が取り仕切っていた。香取神宮の勢力は、東京湾と内海の境界にあたる長島にまで及んでおり、1372年、文中元年、大安五年、長島に川崎を設けて通行料、灯油料所を徴収した。 戦国時代には港を守るために長島工場があったという説がある。清光寺がその後と言われており、現在でも周辺には神社仏閣が立ち並んでいる。1559年、A62 年の長島は後と北条氏の重臣、大田康助の領地の一つだった。近隣では、数度にわたって、河野大合戦が行われ、1563年、 A66 年の第二次公の大合戦は、大田康介が、里見氏に寝返ったこと改戦の発端となった。この時、負傷した、里見義弘を助けて落ち延びた一人が、篠原伊予、安在市で、後に、北小岩に、伊予神殿を開発した。子孫は、長島村に移住し、名主の一人となったという。江戸時代には、南部の開発が進んだ。宇田川正氏が浮田を開発し、 東括西の南部もその一部だったが、原禄時代に東浮きと村として分かれた。旧江戸川沿いの自然堤防に、イカズチ、神殿中町通り沿いの広廃堤地に中町などの集落ができ、北部には長島村や桑川村、下井前村ができた。1629年、関永6年、東括西の北端に新川が開拓され、 江戸の水運の大動脈となった。明治時代になると、町村制によって、火災地域の村々は合併し、火災村となった。昭和時代には、市群合併によって、江戸川区が誕生し、桑川町など一部の旧地名が復活した。戦後、火西地域では大規模な開発が進んだ。1969年、昭和44年、東西線が全線開通し、 火災駅が設けられた。1972年、昭和47年には火災をき開発事業が始まり、1980年、昭和55年の住居表示の実施により、東勝西という住所が成立した。東勝西の南部が脚光を浴びたのは、平成に入ってからである。火災土地区画整理事業や東括、制度地区画整理事業により、 放射16号や都市計画道路補助第289号線が開通した。1999年、平成11年7月3日には、伊東洋かどうか祭典を含む火災リバーサイドールが開店し、2004年、平成16年12月6日には、島正しホームズ火災店が開店した。2005年、平成17年には、東火災図書館が開館し、今後は、 補助台289号線が北進する予定である。現在、船堀で工事が行われており、それに伴い東葛西の北部でも、江戸川南部土地区画整理事業が予定されている。2011年、平成23年に、長島区和川コミュニティ会館が開館するなど、開発が進行中である。2017年、平成29年12月1日現在の、 世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。